これ良くないよ。まだ8ダブルは良くないよ。すぐ当てればちょうど1万発超えちゃいますんで、多分確率分も回してもうたやんけ。無理やんか。当たった左みたいな当たった。お願いします。やった、動け、やった、やった、やりました、やりました。今度こそ満を持してフィーッ、フィーッ、やった、やった、さまさんくるありんざわ。さあ皆さんご一緒に、ゴーゴー、レッツゴーゲンストーリー。よっしゃ、バラバラ、こっからやで。あー、これでビスマネちゃんに会えるのは確定ですな。だから大目2の方がハードルが低いんよね、大きい目2に比べたら。3回当たったらビスマネちゃんに会えるから。さあ、金魚くん、金魚くん、まあ、それは贅沢か。で、最初にもこれは打つ前にも言った通り、OB2 は奥夢2よりも出玉が多いんで、1回あたりの15ラウンドの出玉が多いんで、1560ぐらいか、あ、まあ、大体1500個。お、来ました、ラストチャンス、大チャンス、各辺大当たりの大チャンス。さあ、行くよ、行くよ、よく、よく、久しぶりね、よく、よく、頼むね、今度こそ。よし、うわー、気持ちいい、気持ちいい。やりました、やりました。ファール、ファール、ファール、フラッシュ、ファール、フラッシュ。あ、レースマリンちゃん、レースマリンちゃん来ました。もちろんレースマリンちゃんを選びましょう。もちろんようやく仕事をした感じやね、なんか。じゃあこれで3回、なんでこれで4500ですからね、もうすでに。そうですよね、もう3回で楽勝、楽勝。でもつまり6000個確定します、6000発確定。ってことは5回で7500やから、7連したら OK、 7連したら OK。 あー、でもタッチプレミアム見せれたんやったら、あれやね、やっぱタッチ全回転見せたいとこっすね。そう、チェーンってなってこうタッチしたらケンケン揃って全回転みたいなね。じゃあ本巻き、あー、その前が魚群が出れば、各辺大当たり、まあ当たれば各辺濃厚なんで安心です。ダブルレッジでも安心。あ、しかも炎7でしょ、7、戻る。あ、なるほど、なるほどじゃないわ、外れるんかい。まあ一瞬行き過ぎるんかと思ったわ。何が安心なんすか。いやー、なんか嫌な予感するよ、今のは嫌な。あ、カウントダウン、久しぶり。これも熱いっすよ、これも当たれば確変。4秒以上から始まったら大当たり濃厚ですね、確変、大当たり濃厚。はい、はい、よっしゃ、曲来た。まあこれは来ますよ。はい、さあ、でもまだ当たると決まったわけじゃない。さあ、どうやろ、熱いのは変わりない、頼む。よし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 、フィッシュ、オクトパス、オクトパス、フィッシュ。はいはい、ゲンさん、はい、タイムリミットまであと1時間30分になりました。マジか、ついに。いや、でもまあまあこのペースでいけばね、もう時間を残してタイム、1万発突破といけますからね。だけど、これでこの辺で止まってしまったら、
ちょっと危ないですね。焦らなあかんようになるから、できればこのまま越えてしまいたいとこやけど。わあ、これは良くない、ダメよ、あかん、ノーマルリーチや、やばい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 。まあまあ、まだ分かんないっすよ、分かんないよ。まあまあ、もし100円じゃなかったとしても引き戻せば OK ってことやな。 OKOK、 ドキドキじゃないですか、ケンさん。うん、熱い熱い。言うとくけど、でもあれやからね、容赦なく当てに行きますからね。いいっすか。いいっすよ、ここではもうガチですからね。みんなここで当たれへんと思ってるやろうけど、その代わり1万発まで、一玉でも足りなかったらゲンチャリですからね。なるほど。まあそういう場合はこの辺に落ちてる弾かき集めてくるわ。あかんあかん、やったらあかんよそんなこと。さあ逆転逆転逆転、うん、うん、うん、潜ってるんやろ、まあ。だから今一応7500発ぐらい、あ、5連チャンしたんで、1500発が5連チャンしてるんで7500発ぐらいと、あと2回大当たり引けばっていうとこですね。特技引き戻しの弦がね、特技を発揮できれば豪華料理。残り10回でもないね。うぜえ、ここで止まんの、ここで止まってまうの、やばい、あと2回転。あー、まさか潜ってないんですか、潜ってない、ラスト。あと2回やったのに。もうほんま期待通りね、皆さん期待通りでしょ、期待通り止まったでしょ。いやー、でもまあまあ7500発稼いで、まだあと1時間、あと1時間、どうします、大海2続行か。これは移動するなら今でしょ。ほんま大海人多いっすね。ゼラバも多いやけど、それはちょっと見せられへんかもしれんけど、うん、今時っていうか、やっぱ大海2は根強い人気ですね、ほんまね、うん、もうちょっと痛いけどね、ちょっと移動しましょう、うん、はい、というわけで移動してまいりました。一応4代目になりますけども、こちらですね、デラックス海物語インゲンということで、ウィズゲンということでね。打ってきたと思うんですけども、一応ですね、まあまあ言った通り今7500発持ってるという状態で、残り2500発、まあ弾を打つにはちょっとね、残り1時間弱ではちょっと厳しいっていうところもありで、このデラックス海の、これ MMC なんですけども、まあ、このハイミドルと普通のミドルあるんですけど、ミドルのこの甘い方のタイプ、大当たり確率が320分の1ということでね、さっきの大海2よりももちろん全然当たりやすいっていうのと、で100円継続率も 65% あるんで、まあ1回大当たり引けばまあまあ2500発ぐらいは余裕でいくということで、いいスペックじゃないかと思うんで、これで最後かけて頑張っていこうと思います。やったので、豪華旅行を目指せ、目指せ豪華旅行、デラックスな料理を目指して頑張っていきましょう。いや、違う、デラックスな磯釣りを目指して頑張っていきましょうね。まあこのデラックス何が印象深いかってね、やっぱりまあ北海道のキングサーモンですか、北海道のキングサーモン釣りと、まあ前回のウィズテアラでのまあカジキリベンジねっていうところではすごい印象深いですよね。ほんま、うん、あの北海道はほんま辛かったからな。楽しかったら楽しかったですよ、うん、
北海道のあんなね、羅臼ですか、あんな日本のほんま一番東というねところに行けて、行けたんやけど、いかんせん時期が真冬でしたからね寒かったよね。お、なんかやる気あるぞ、なんか妙に妙に、ほらイルカが追尾してきた、ほらマリーちゃん、マリーちゃん、ほら指が立ってないけど、ステップ2、ステップ2、ステップ3まで行けば魚群確定、来ない来ないけど当たる可能性も、だけにしもあらず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 、あう、いや、なんか当たりそうやね今日、毎回最初それ言ってるけどなまあでも第二やる気がありますね、やる気があるように見えますね、うん、これね、結構ね、師匠ね、オカルト派なんですよ結構ね、オカルト派なんで言うんですけど、僕全く聞いてないですけどね、うん、はいはい、そうですね、とか言ってるんやけど、うん、いやでもね、オカルトはね、やっぱね、まあ、楽しむ、ね、思ってたら楽しいですけどね、うん、まあ、言うてもパチンコと、まあ、釣りもそうですけど、何を信じて打つかっていうところなんですよね。自分が信じたものを、信じるものをね、貫いていくのが一番いいと思うんですよ。それを、基準にしたら納得できるんで、やっぱパチンコっていかにこう納得できるかどうかと思うんですよ、遊んでいく上では。おい、語り出しただけん、ほんま。やっぱ一回当たったから満足しようとかね、一箱出たから満足しようとかね、いろいろあるじゃないですか、何回転回したから満足やとか、何時間遊んだら満足やとか、まあ、もちろん勝ちにこだわる場合もいろいろありますけども、勝ちにこだわる場合はね、よく回る台をこんだけ回したから満足やとか、そういうとこでしょうけども、例えば自分の思ってるオカルトでピタリと当たればもう俺やったって、俺すごいってなりますもんね、それはそれで楽しみ方としてはありやと思います。あー、球が玉が、現玉が、現玉が、あと30分です、現さん、なんだって、やばい、間に合えへんって、間に合えへんって、今すぐ当たろう、ほら今すぐ当たろう、今すぐ当てよう、今当たらんと、いつ当たるねん、アホんだら、ほんまに、いやでもそろそろ早い当たりが来てもおかしくないと思うんすよ、そろそろ確率分母よりも先に当たってほしいとこっすよ、ほんまに。ちょいちょい、みんなのゴルフのバンカーに入った時みたいな音出すのやめてもらえます。ああ、うん、これあれですか、やっぱりケンさん、大海2からの移動のチョイスが間違ったっていうことですまだ間違いに持ってきたいんか、あんたは。間違ってないよ、完璧ですよ、今よくよくよく考えてみてください。大きい海2、大海2、まあまあ地中海はちょっと行けなかったけど、この辺の演出を凝縮した、これ海の集大成、これがデラックス海ですから、そこに流れを持ってきたわけですよ。これで今から最後に出して1番バツ超えて終わる、完璧な流れ。だいぶ感は戻ってきました、戻ってきたと思うんやけどな。あとは当たりをね、パッと引き寄せるこの瞬発力がね、まあ馬で言ったら今もう叩き3走目ですからね、絶好の走り具合、走り頃ですわ。
まあ、あんた馬のことを喋ってもわからんやろけど、叩き三走目って言ったら絶好の走り頃です。休養してから1回目ちょっと思想でステップ叩いて、2回目でもうちょっとこうして、3回目に照準合わせるんですよ、一番いい状態にできるように。じゃあ今まさにスキンさんがその状態だと。そう、間違いないですね。残り時間わずかでその状態になっちゃって、それ調整不足ちゃいますか。もうちょっと早めに仕上げておくと。けどおっと、アザラシはチャンスです。お、これスーパーハッテンソンちゃん、あ、スーパーハッテンしたら大チャンス、カイのマークは大チャンスですよ。さあ、これで曲が鳴るわ、完璧。あ、来た、もう一個、来い、流れてくる。今ステップ2の中でもさらに進みましたよね。あと一歩で曲がやったのにな。おっと、ハリセンボンが来てるから、ほら、これでスーパーリッチ行けば、お、熱いよ、ハリセンボンで来てるから熱いっすよ、これは大当たり、プラスマイナス1コマ行きますんで、当たる。頼む、ラストチャンスを頼むって、ラストチャンスくださいよ、ま、今日はほんま魚群が来よへん。あ、3匹、これはチャンスですよ。お、ベルガチャンス、行く、ベルガチャンス、行く、よっしゃよっしゃ、ベルガチャンス。さあ、今保留が2個ある状態でしたね。できれば次の次がいい。あー、ここでリーチかかったもんだ、これはちょっとチャンスが。あ、でもノーマルあ、ノーマルだから当たる、普通スーパーリーチ行くんで当たりますよ。よっしゃすげー、ケンさんやったぞ、ミラクルじゃない。やりました、デラーメチャンス、やりました。よしうわー、久しぶりに見ました、しびれるパターン。なるほど、よっしゃ。そうや、このパターンがあった。そうや、今すっかりこれとの存在を忘れてた。視聴者プレゼント、毎月抽選で5名様に番組オリジナルステッカーをプレゼント。私ゲンへの応援メッセージを添えて、画面右の番組のお便りはこちらからご応募ください。当選者の発表は毎月5日、私ゲンのブログにて発表いたします。どしどしご応募ください。待ってます。